はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。では今回は信長の野望大師パープキット幕末志士転生物語続きをやっていきたいと思います。前回土佐藩の顔の一人である板垣退助が、長州に脱藩したという、衝撃が走ったわけなんですが、家中を立て直しながらですね、領土拡大、最終的には徳川幕府倒幕を目指していきたいというふうに思います。じゃあまずはですね、合戦を長く継続するのは財政的に厳しいので、忠興に対しては一旦和睦を申し入れます。で、あとですね、おそらく一番敵に攻め込まれやすいこの大洲城、ここに兵を雇い入れましょう。で、あとは伊予松山もね、敵にさらされるリスクが高い場所であるので兵を雇います。ここまではしっかり行った上で、さらにですね、破壊された準拳場、準拳場あるね、大丈夫だね。じゃあ準拳場ではなくて各各の城に増設増強、特に大洲城最優先だね。大洲城に設備を増設していきましょう。まず神代湖、あと狭間、矢倉と建てていきます。これで大坊主城のね、防御力高まったんじゃないかと思います。細川との交渉、鉄砲戦を譲渡すれば講和可能。いやでもな、合戦に勝ったのはこっちなんだけど、まあただ一旦講和しておきましょう。正則とは新書上限達したものの交渉する気がないということは、これ合戦仕掛けてくるフラグだな。あとはいつ合戦を仕掛けてくるかというところですかね。それが先であればあるほど助かるんですが、先月の収支です。正則が伊予松山を狙っている。来るか。来たね。助立ちいたす。あとは兵力がどれくらいいるかというのをちょっとしっかり見極めていきましょう。敵が我が領内に向かっております。26,500、多いな、だいぶ多いな。ちょっとここはとりあえず伊沢城から兵を借りよう。助立ちいたします。で、あとは伊予松山で迎え撃つしかないもんね。15,800、戦場の上限、これ準拳場のおかげで敵12,000まで下げられるんだったら、伊沢城からさらに3,900、いや秋城、いや伊沢城だな。で、逆に大洲城からは兵を出すのをやめましょう。大洲城は大洲城もやっぱり出そう。大洲城も出して、ただしその大洲城は兵としては2900もいらない、1000ぐらい出して、代わりにせっかく金はたいたんで伊沢城から出して合計2万で出陣だな。進みます。この志、正則の大変発動してきたな。我々の領内で兵糧の消耗が減るという話だな。じゃあこちらも得意の国衆将兵、皆の力合わせよう。伊予松山城で、正則を迎え撃ちましょう。
いや、大国毛利相手に合戦という状態なので、各国親善を断られてる状態だな。報告いたします。先月の収支です。ただここはしっかり正則をご命令を撃退しなきゃいけないので撃退していきましょう。内政ではもう兵糧が危ないので、とにかく兵糧をもらえる、そういう内容を中心にやっていきましょう。かしこまりました。あと外交だね。外交、同盟結べるところは同盟をどんどんこう結んでいきたい。いやー、金使うのは無理だな。しょうがないな。まずは正則を迎え撃つしかないね。何これ、8日間の3900、4000が間に合わない状態で合戦するのか。まあしょうがないな。まあこちらは16200、敵12000で、国衆将兵が入って2万近くにはなると思います。あと敵の部隊数が9じゃなければいいね。敵の部隊数は4か、ちょっと敵の部隊数が気になる。5ですね。味方は8であれば、まずは陣外をしていきましょう。基本的には全部下げます。前衛後衛みたいになっちゃってますけど、これを一旦全部下げましょう。で、罠は鉄砲水をとにかく仕掛けていく。敵の進路上に当たる場所に鉄砲水を仕掛けていきましょう。で、あとは参り、で、軍施設は10。ちょっと待って、罠これいらないな。罠はやめよう。罠仕掛けるにしてもここじゃない。いやー、やっぱりここだな。このまま行こう。これで合戦だ。まずは前衛、残された部隊を後ろに下げましょう。これ孤立してると叩かれるので、ただ都会はしない。叩きのめせ。山内陽動隊は逆に左翼で都会させます。ご命令を。命を。始めよう。参ります。覚悟は良いか。数で勝ってるので、さらに部隊数でも勝ってるので、単勝といきたいところですね。英数はどうだ。国衆将兵で2万1000まで膨れ上がってるな。倍近い兵で戦えるんだったら十分に勝機はある。敵の居所知れましたな。まずはこちらの前火に引っかかってくれ。そっからだぞ。やりたい。前引っかからないか。鉄砲水がかかったな。ゲチよ、始めるぞ。ご命令ください。敵の居所知れましたな。送り挑発。やりたい。ぐは、前2人が送り挑発に引っかかるのか。今こそ親友を決する時。やりたい。前。嫌なタイミングだな。始めるぞ。ただ右翼側は順調に罠が発動してくれてるね。ここは左翼の増援に向かいましょう。前。やりたい。前。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。いざ進まん。ご命令ください。始めよ。やりたい。前。
りたい前へ、やりたい前へ。卑怯のものを発動してきたな。敵の居所知れました。よし、まずは前手に引きたかった。やりたい、さらに前へ、始めよ。やりたい前へ。坂本隊が後輩に回り込めたね。引くぞ、始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。いかん、このままだ。中岡慎太郎の采配まで貯めましょう。もう貯まりますね。どうかも、ありえん。やりたい前へ。これほどとは。時は今、力を合わせよ。やりたい。よし、あとは正則の舞台、本陣に突貫をかける。覚悟は良いか。やりたい前へ。やりたい前へ。今ぞ。壊滅できるはずだ。力負けするとはね。よし、正則大壊滅ですね。やりたい前へ。ほぼ完勝だな。この勝ちが明日を切り開く。その通り。捕虜にした武将、毛利高近が登用可能だ。じゃあ毛利高近は登用して、正則のまあ心象をあまり悪くしたくないので二人の武将を解放する。これで講和に持ち込みましょう。ことです。とは言いつつ兵がだいぶ余る形になるので、まずは部分騎乗はさせましょう。騎乗させるのは伊予松山大津、この2つの城は戻します。で8つ塚隊が加わって1万の兵になるので、この1万の兵で逆進行しよう。いきます。目標広島城。後に続け。講和の使者まだ早いな。正則の広島城に取り付いてから講和の使者を送りましょう。報告します。先月の収支です。表情を始めよう。策がございます。さあ表情ですね。まあ、ここは商業欲しいし論議も欲しいし、このまま行こう。対名がちょっとこの後欲しくなってくる場面があると思うので、対名も獲得している近藤長次郎と坂本権兵衛を採用していきます。で城下町支援当然まだまだ入れられないので、ここは足軽徴用会まで入れて、まあ、いざという時緊急的に足軽が雇えるようにしておきます。ご命令ください。広島城をまずはしっかり落とそう。報告します。先月の収支です。ご命令ください。で毛利がそろそろ講和明けで最悪攻め込んでくる可能性があるので、それにも備えておかなきゃいけないということを考えると、準権上継続あって、まあ、この辺りが無難かな。はっ、かしこまりました。はっ。さあ広島城の攻撃です。どうする。自動布陣が無難なので、自動布陣した上で強行、交渉できる状態になったら会場を要請しよう。ここで毛利隊がどこに来る。助太刀いたします。ちょっと見逃しちゃったけど、毛利隊がどこに来るのか確認しよう。兵糧のことも考えると結構苦しいからね。大津か。13,800確認した。そしたら広島城を早々に和睦したいな。
交渉できる。まだできないか。皆の者、我に続け。毛利ね、厄介なタイミングで仕掛けてきてくれるな。まだ交渉できない。皆の者、我に続け。まだ交渉できない。もう交渉できる。よし、交渉可能だな。で、並行して正則とは講和も行っていく。はっ。でもちろん毛利とも講和を結ぶ。はっ。先月の終始です。ご命令ください。さあ、このターンでできることはもう一つしかなくて、米を買う。取引を行いましょう。他の一切を犠牲にして米を買う。で、交渉ができる状態になったので、近藤長次郎を交渉人に立てて、全面解放 74%、 これ決めてきてくれ。よし、立ち戦だ。立ち退きを上げよう。で、山内隊、これを早々に戻しましょう。大津城に戻して、大津城で進みます。毛利隊を撃破で、あとは正則との交渉がしっかり言ってくれないといけないからな。ガッハー、ちょっと待って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 。まあ、ここは籠城でいいよ。問題はそこじゃない。正則が攻めてきてるぞ。報告します。先月の終始です。正則、表情を始めよう。やってくれるな。大名発動、これにて獲得してくれる人を中心に入れます。正則、どこにいる。ちょっと待ってね。正則と講和ができないと厳しいだ。はっ。講和、毛利さんとも講和。はっ。まあ、正則とは講和ができるのを前提に、やっぱりここは戻るしかないね。毛利秀成隊を撃破するしかない。それと行軍、確実に毛利隊を撃退するためにちょっと兵を増強しましょう。兵追加が不可能だと。くう、9000の兵で1万3000の兵を相手にするか。どうだろうね。準賢所効果が、そして国衆将兵がどう働くか。ここはもう確実に勝たなきゃいけないところなんで、撃破していきましょう。国衆将兵で互角には持ち込んだね。あとは罠でうまく対処していくしかないな。
軍施設としては、まあいいところにないからしょうがない。これでいこう。後に続け。ご命令を。ゲチよ、数を減らせればいいからね。シルが落ちないレベルで。覚悟は良いか。緊張だな、ここは本当に。参ります。大将はちょっと下げてて。ご命令を。敵の数も多いし。始めるぞ。あとは奈落に、いや前尾にことごとくハマってくれることを祈りましょう。敵が全然動いてこないのがなんでだ。ちょっとそうなるとだ、騎馬がいないのが残念だけど、部隊を出して。ゲチよ、覚悟せよ。敵の陣等々を破壊しにかかろう。いや全くわからない、攻めてくる気配がないからね。ご命令を。覚悟せよ。敵のゴルダラ台を破壊しに行こう。ローせずして敵のドーダラ台を破壊できれば、これはこれで美味しいので。いやこっちから動きたくないよこの戦い。あくまでもこちらの罠に敵を誘い込みたいですからね。よし、まずゴダラ台の破壊が完了したね。始めるぞ。完全に謎だな。部隊数が互角だったらもうちょっと前のめりに行ってもいいんですけどね。部隊数で劣ってる以上ちょっと前のめりに行きづらいんですよね今。で実際敵がどこまで来てるかもわからない状況なので、いやー物見やぐらにしとけばよかったかなというか、まあでもなー、ここはあくまでも迎え撃つ側ですからね。やっぱり罠でしっかり敵を踏
封じ込めた上で戦いたいですよね。ゲチよ、覚悟せよ。敵の居所、陣破壊できるなら陣破壊したい。ご命令。マスジローか、ちょっと待って、マスジロー相手に始め高島隊では分が悪すぎる。撤退だ。大規模な別動隊を組織するかだね。ご命令。覚悟せよ。悩ましい。どうする？ゲチ。始めよ。ゲチよ、ゲチよ、覚悟せよ。部隊数で数が少ない分どうしても戦いづらいよね。ご命令を。覚悟してもらおう。チスカ隊をちょっと前に出してみるか。敵の居所知れました。1300。ありとも隊か。これご命令を。鉄砲持ってるな。我が命に従え。早めに潰しておきたい。投げ払え、投げ払え。息のね、止めてくれよ。でここは後藤正次郎を前に出して最悪大返しで引き返させるという作戦でいこう。始めるぞ。売られた剣から買ってやるぜ。隙を見せたな。やりたい前へ。よし、これで有友隊が孤立するので、有本隊、山形有友隊を追撃しよう。格の違い見せてやるよ。敵の居所知れました。で敵がここで動き始めてるので、敵の動きに合わせてこちらも陣を展開していく。ご命令を。で八塚隊を戻しましょう。時は今、力を合わせよ。油断したか。ねえ、覚悟せよ。ご命令を始めるぞ。ご命令を始めるぞ。ゲチ。我が命に従え。なーに、やりたい前。ちょっと待ってね、ここでこちらの意図した罠が発動していない。あまりよろしくない状態だな。とりあえず急行しないといけないね。覚悟せよ。格の差思い知るがよい。山形有友隊を後藤正次郎隊が早々に駆逐してくれないと数的に厳しいから。敵の居所知れました。ぐは、ここで敵が全然突撃か。投げ払え。敵の居所知れました。ちょっと待ってね、一気に形勢が悪くなってるな。ただ敵のトップが前に出てきているというのは願ったりかなったり。ここは吸収をかけて愚か者には秀成隊を撃破する。
りたい。あえ。力負けするとはな。高杉新作隊を壊滅させた代わり、中岡慎太郎隊も高島隊も壊滅。ちょっと待ってね。こうなってくるともう残りの数で毛利秀成隊を強襲するしかない。やりたい前へ、やりたい前へ。よし、前火で威力が沈んでる間に強襲する。このままでは敵の居所知れました。追って追って追いまくれ。この首この手でいただくとしよう。やりたい前へ参ります。で大将は下がる。覚悟は良いか。やりたい前、やりたい前、やりたい前もくれ。一旦引くぞ。ここは追いまくるしかないので追いまくる。始めるぞ。始めよう。この長寿老隊も追う。大将だけは下がります。やりたい前へ。この戦これで終わらせる。始めよ。泥試合だろうが何だろうが毛利隊をやりたい撃破すればこちらの勝利。よし、毛利隊を撃破できたのでこの合戦守りきりましたね。やりたい前へ。この志決して砕けはしない。大軍撃破。敵将仕留めたり。敵将討ち取った。よし、岩倉朋美も討ち取った。さらに捕虜にした武将小野寺義道、毛利一門衆、元宇治で合ってる読み方。処刑しておこう。このようなところで無念だ。はい、というところでね、広島城を取った上に岩倉朋美を討ち取ったりという対毛利戦線有利に進めることができましたというところになります。ちょっとね、時間もいい時間になりましたので今回はここまでにさせていただいてですね、まあ、次回、どう振る舞っていくかというのをね考えていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。